はい、どうも、皆さん、こんにちは、きなです。今回はですね、ドラゴンボールレジェンズの公式さんからね、新しい情報が入っているんで、一緒に見ていこうかなと思います。イベント限定のキャラクターが新たに1体近日参戦決定。誰が参戦するのか予想してコメントしようと書かれていますね。で、多分この感じ、また横絵のキャラクターかなが登場するかなっていう風に、思いますね。はい。てなわけで、今回はですね、こちらのイベント限定キャラクターの予想動画をね、やっていこうかなと思います。はい。で、まず前提としてですね、このセルゲームのね、PVP シーズンがまだ続いているというところとですね、ガチャのところでね、見てもらったらわかるんですけれども、レジェンズメガライジングですね、こちらが復刻、したんですよね。で、これセル編のね、キャラクターの、このパーフェクトセル、じゃないか、変身セルかが入っているんですけれども、まあそういったね、ところを根拠に、まだまだね、セル編に関連の、イベントが続いていくんかなと思うので、今回のね、イベントさんの新キャラクターについては、まあ、セル編のキャラクターが出るだろうなという予想を前提として、喋っていこうかなと思います。ということで、予想してきたね、スライドを作ってきたんで、そちらを見てもらいましょう。はい、まずはね、第一形態のセルの登場の可能性ですね。これと次に紹介するキャラクターが一番ツイッターのリプランを見てる限りは多かったんじゃないかなって思いました。で、まあね、この第一形態のセルが登場する根拠については、今回ね、もう新キャラクターのセル登場しまして、で、その前の週にはね、パーフェクトセルが、覚醒していたと言ったわけで、もうセルのね、怒涛の強化が始まり出しているんですよね。で、一応 LL セルに関しては自爆演出によってね、一瞬だけ第2形態のセルもまあ描かれてるには描かれているんで、まあそういった意味では第1形態のセルだけがまあ今回のイベントの時は強化もらえてないということなんで、まあイベントさんとして登場する可能性は結構あるんじゃないかなって思って、いますね。うん、これはかなり可能性として高いと思います。プラス第1形態セルって全然新キャラクター登場してなかったと思うし、しかもあれですよね、イベントさんでも登場したことないかなと思うんですよね。はい、なんでまあそういった意味でも、結構ね熱いんじゃないかなと思います。はい、でもう一人はね、これですね、一番予想多かったんじゃないかなってやつ、スーパーサイヤ人の、セルと戦ってた時の悟空、スーパーサイヤ人第4段階って言われてるやつですかね。はい、この悟空がね登場するんじゃないかなと言われていますね。いや、これね、結構一個前のステップアップガチャの新キャラクターとして登場するんじゃないかとは言われていたんですが、結局ね、EX ですらも、登場しなかったということなんで、この悟空ってね、本当に戦闘の描写がたくさん描かれていて、めちゃくちゃね、演出も、まあ、作れる部分多いんじゃないかなと思う。プラスやっぱり人気が高いんじゃないかなって思ってて、で、僕もめっちゃ好きなんですよね、このセルと、悟空の戦闘ね。なんでまあそういう意味でもめちゃこれはね、実装してほしいですね。ただ、イベントさんキャラクターなんで、ちょっと演出のね、使い回しが増えそうな気がするんで、まあ、できればガチャさんで出してほしいっていうところはあるんですけれども、まあ、どっちかというとね、次のウルトラ、新キャラクターはね、ウルトラになってくると思うので、多分、ご飯の方が予想数としては多いと思うので、まあ、ここでイベントさんで出してくるんかなっていう予想が結構されていますね。プラスですね、今の、PVP シーズンがセルゲームということなんで、セルゲーム中にね、一番まあ活躍したレベルのキャラクターだなと思っているんで、まあそういう感じでもね、めっちゃ出そう感はある。続いては、ムキトラですね。これも、まあこの前のね、ガチャの時に予想はされていたんですけれども、結局来ることはなかったですね。で、ムキトラに関しても、セル編の方で登場したのは、一体だけかな、初期の緑のトランクスだけだと思うんで、あの子たちもまあ割とね、結構バトルしてたイメージがあるんで、まあ演出はまだまだありそうな気がしますね。で、異常にね、なんかレジェンズってトランクスの新キャラクター多くないですか？しょっちゅうイベントさんとかガチャさんで登場してるイメージがあるんで、もう全然新キャラクトランクスね、あり得るんじゃないかなって思ってますね。イベントさんでもいっぱい登場してるよね。プラス、なんか新しいね、ドッカンバトルのフェス限キャラクターが、ムキトラらしいんですよね。まあそこでも最近は結構少ないんですけども、昔はレジェンズとドッカンバトルでリンクして同じ時期に同じキャラクターを出すみたいなことがまあたびたびあったんで、またそれがね、復活するんじゃないかなとかも思っていたりします。はい、続いてはスーパーベジータになりますね。やっぱセル編で一番好きな方も結構多いんじゃないですか。なんかネットニームのネタ的にもこのベジータがね、原作で多分初登場時
と同じぐらいね、多分全キャラの中で一番強かった全盛期のベジータレベルのキャラクターで描かれてたと思うんで、まあそういった意味でも好きな人は結構多そうな気がしていますね。はい、まあプラスね、やっぱりファイナルフラッシュね、めちゃくちゃかっこいいあの究極技の演出もまたね、リメイクして出してほしいなというところもあるんで、うん、スーパーベジータ来てほしいですね。結局ガチャ3キャラでもあのユニフラのね、なんか前回覚醒の強化みたいなんでも登場しなかったんで、スーパーベジータせっかくね、セル編イベント触れてるんだったらちょっと出してほしい感がありますよね。僕もめっちゃ好きなキャラクターなんで、はい、お願いしたいなと思ってます。はい、てなわけで新キャラクターのね予想動画をやっていきましたが、おそらくですねイベントさんのキャラクターなんで、このね、共闘がですね水曜日に更新されるんで、まあ新しい共闘シーズンで Z パワーが入手できるようになるんかなと思っています。今回めちゃくちゃ更新早いですよね。1週間じゃなかったかなっていう感じで、なんか無理やりこの共闘シーズン挟んできた感があったんですが、まあねそういった意味でも、お忘れなくという感じになりますね。で、それに連動したね交換所とかの切り替えもあると思いますし、特にねこのユニフラね、やっぱ貴様らはもう終わりだのね、ユニフラ残り1日の入手期限になってると思うんで、まあ今のうちに入手してほしいですね。今回はねやっぱり予想通りフラグメント大強化祭のシーズンと被らなかったんで、ちょっと巻きで入手しないといけないって感じになりますが、はい、ぜひやってほしいなと思いますね。で、今シーズンからは、なんか、共闘メダルのボーナスがかかっているみたいなんで、ここら辺のね、交換所もからしてほしいなとは思います。で、多分、1週間の更新にはなるんですけども、ここら辺の、なんか、マルチ Z パワーとかも、次の水曜日で更新かかるかなと思ってるんで、うん、今のうちに全回収、できる方は周回した方がいいんじゃないかなと思いますね。特に、今はレイドバトルとかもやってないと思うし、うん、結構まあレジェンズ暇な時期になってるかなと思うんで、うん、そこも兼ねてね、やってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、またね、新しい、なんかやってほしいイベントについては明日動画を上げれたらなと思ってますが、特にまあこの赤ベジットはね、最優先して作ってほしいっていうところがあるんで、まあ今紹介しておこうかなと思いますね。はい、詳しいことについては明日動画を上げようと思っています。はい、そのわけで、おそらくですね、明日その新キャラクターのイベント3キャラが発表されて水曜日に実装っていう形になってくると思うんで、またその都度動画にして紹介していこうと思ってますんで、ご視聴よろしくお願いします。それではありがとうございました。